続編いつ頃とかってもう分かってる。続編はね、夏だっけな。夏。まあ、昨今の状況を見るに、延期はしそうな気はする。よし。冬とかに。どういうゲームか全く知らない。サだよバイね。バルゲーム。まあ、そう、じゃそれはね。そうだね。じゃね。サバイバルゲームといえばそう。うん。今、右にね、まあ、息子がいると。右？右。あ、ま、今、ロード中だわ。ホストがゲーム始めたっていうんあ、ちょっとこの画面、メンバーで差があるのかな。で。あ、来た来た来た。右に？俺はいねえあ、じゃああなたは 関な。係ない別の人だ。登場者かな。僕の画面にはね、右に息子がいらっしゃるんだよね。まあ、ちょっとこの辺はよく完全に理解してないんだけど、まあ、とにかく飛行機に乗ってどっか行こうとしてるってだけだね。はい。息子のティミーがね、隣に座ってるんで。あ、お。どこに座ってるあなた一体。僕は一回ね、プレイしたことがあるから、まあ話は知ってるんだけど、メインではあなたに謎を解いていってもらおう、このゲームの。ああ、なるほど。で、息謎子解きががある。謎のやつに連れ去られました。あ、連れ去る。ああ。おっ、わっ。あ、なるほど。連れ去ったやつがさっきのそうそうニそうヘッそドのゴう。リマッチョか。で、君は誰だ？ 黒いな。こんにちは。こんにちは。こんにちは。黒いな。あ 私はね、まあ、とにかく今飛行機が墜落してしまった。でも、疲労困憊、腹も減ってる。とりあえず、飯を食う。残骸で飯を食う。説明ってこんだけしかねえの、マジで。そう。だとにかく今は飛行機が墜落した。飛行機が墜落して何者かに息子が連れ去られた。ああ、情報はそれしかない。そう。だからとにかく息子を探して助け出すと。という目的が私はあるんだけど、君は一体誰だ？なんか巻き込まれた、安心。そういうわけで、全然知らないおじさんと一緒に、この息子を探しに行くっていう、そういうゲームです。ははい。あ。ちょっと俺、コントローラーの設定を。あ、大丈夫かな。で、言ったように、飛行機のね、まあ、この世界オープンワールドであると。飛行機が墜落する場所がね、まあ、いくつかあって、ここは僕が前遊んだ時の墜落地点ではないね。で、今この飛行機のさ、尻尾のところだけが落ちてるじゃない？ここに。まあ、うん。先頭部分もね、確かね、マップを探せばどっかにあるはずなんだよね。そう。で、あなたは早速ね、乗客が死んだことをいいことにね、乗客のキャリーケースを、まあ、化かすこと、かち割ってってるけど、もうまあ、所有者いないからもそうだよね。生きるためには仕方がないもんね。で、一応ね、サバイバルブックも持ってて、木とかね、今目に入って、視界に入ってる木は全部知伐ら採でないきおまじさす。ん他人の息子探すためにわざわざ極限の状態で移動して探すとかかわいそ巻き込う。まれたおじさんだよ。いや、とは言ってもね、今全く人気のない島に降り立ってしまったから、協力していかないと。協力ね協力。協 力ちょっねとね、俺は前遊んだことがあるんだけど、あまりに前すぎてあんまり操作も覚えてないんだよね。どうだっけな。
あ、で、これが、斧。ああ、一応タスクとかあるんだ。そうだね。で、今はその、タスク、まあ、タスクといっても、やることは今のところ一つなんだけど、キャンプ。まあ、息子のティミーを見つける。で、まあ、ひとまず、身を寄せるためのキャンプ地を作ると。で、まあ、なんでもない島に飛行機が落ちたならいいんだけど、なんかもうすでに違和感ない？ここ。これを見てほしいよね。おぞましいものが そこら中にあるんだけど、笑い事じゃないよ。すごいね。すごい。まあまあまあ、これを誰がやったのかはプレイしていけば分かっていくでしょう。まあ、だからとりあえずまず、どうしたらいいんだっけ？木切るか。インベンキャトンプリの地を。概念。インベントリーはね、あるよ。あ、あるか。こういう感じなそう、こういう感じ。の。へえ、てか、なんか、マまあ、ス目とかじゃなくて。イメージとしてはね、ちょっとリアルなマインクラフトと まあ、やっぱ、おぞましいけどね。で、ちょっと俺も操作がおぼつかないな。まず、お家を、なんでもいいから、お家を作らないとね。家の作り方はこれ、棒7に岩6はい、個にこんにちは。あれ単例え純。ば、まあ、小さな、まあ、設計図からまず、この辺に、じはい。ゃあ、はい。丸太をまず13本集めて、あそこに集めると、小さな小屋ができます。丸太を集めよう。こういう感じ。だからでけえ木を切って丸太を集めるんだ。適当に攻撃してたら丸太になるんか。そうそうそう。じゃあ。こんにちは。はい、こんにちは。この世界の丸太は彼岸島張りに重要だからね。たくさん集めよう。足、これ同じ場所切ってるだけじゃ切れねえの。あ、いや、それは太さに比例する。あ、そうなんだ。で、この斧自体に耐久の概念はなかった気がする。はい。そしてこのゲームね、夜はめっちゃくちゃ暗いからね、たくさん松明も置かないとね。前このゲーム3人ぐらいで遊んでいたんだけど、松明とかもね、耐久力というかね、むやみに触れてしまうとすぐ壊れちゃうから、明かりをね、壊さないように気をつけよう。なるほどね。だから、まずちっちゃな、この辺に置くか。よしよし、とりあえず、簡易的なお家が。とりあえず今やることは夜になる前に寝床を作る。夜になるとね、奴らが来るので。やつら奴らが来るから、早く、身を寄せれるところ。はい、お家完成。もうできたの。で、ちっちゃ、ちっちゃ。もう丸太は。はい。で、一応こんなちっちゃい小屋でも、セーブが、まあ、そでれきもて。P ディスクだ。あ、なんかギャハハハとか言ってるやあ、つ、起きた。外、外、外、外。いるよ。そう、こいつらがね、この島にはびこる、いわゆる食人族ってやつで。まあ、とりあえず、危害が加えられる前に倒しておこう。面白いですよね。僕はね、初見じゃないんだけどね、この人はね、初見です。
こういう、痛い。はい。サバイバル系のね。イエス。この世界にはこういう食人族というならず者がいるから。倒しても何も落とすのか、一応。一応落とすには落とす。で、そう、あの死体をね、担げるんだけど、その死体を何に使えるのかというと、今ちょっとまだ松明が。あ、ちょっと待って、まだいる、まだいる、まだいる。本当だ。あ、違う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 。あ、違う違う。あ、違う違う違う。あ、違う違う違う。そう、装備。部屋。死体をね、まあ、松明とか燃えるところに近づけて燃やすと、うん、あの、骨になります。あ、骨になる。で、まあ、その骨は装備に使うとか、弓矢の構築に使うとか、いろいろ使い道があったはず。ただ、ちょっとあんまり覚えてない。遊んでいたのが前すぎて。あとはね、我々もちろん人間だから、食人族と違って。仕事をすりゃ腹が減ると。何を食うと思う？何を食う？こいつら？鋭い。あの、そいつらをね、焼肉にしたり、あと、干し肉にする方法もあって、干し肉にすると、保存も効くし、まあ、あと、量産もできて、あの、すごい気持ち悪い話をしてるけど、そうやって生き長いられることができるんですよ、この世界は。その干し肉を作るための、物干しはどうやって作るんだっけな。武器も違うな。丸太置き違うな。あ、これだ。乾燥だな。これをね、まあ、この辺に設置するか。ああ。で、これで食人族を、あ、食人族をね、あの、ちょっと見てほしいんだけど、ここに倒れてるじゃない、今、食人族が。気色悪い。この死体をね、あの、こうします。こうすると、両手両足が外れるので、あ、なんだ、おお。これをあの切断して干します。で、これが、まあ、もうちょっと色黒くなっていくと食べ頃です。ちょっと待って、あの食人族来た。こいつちょん食いしてんじゃん、死体。そうだ、わ、こいつら食人族だから。だからこうやってあの食材を集めるんです。で、骨が欲しいときはもう火のあるところにぶち込みゃいいという、まあ倫理性のかけらもないゲームだということは分かっていただいたところで、あの息子を刺さないといけないというパラダイス。おお、はい、すごいな。ちなみに今はあの普通の食人族しか現れてないけど、たまにボスも、ボスというかちょっとまあ見た目が違うボスが現れるようになるよ。で、そう、水をね探さないといけないんだ。この辺水あるかな。ちょっと周り見てみるわ。これ一応ネームで、あ、見えるよね、どこにいるかは。ネーム、ああ見える。僕のいる方角海だね。え、さすがに塩水を飲むのは。どっかにね、水たまりがあるはずなんだよね。うん、あ、待って、重要なことを忘れていた。なんだ。この飛行機の残骸なんだけど、中にあるアイテムはまあ定期的にリスポンするんだよね。あ、飛行機？はい。で、あのドリンクリスポンします。まあ酒だけどね。だからこれを飲んでもいいし、まあ、今、先拾っちゃったからないかな。で、酒は他にも使い道があって、あの、布？さっきこのキャリーケースを勝ち破った時に布が結構出てきたと思うんだけど、うん、布と結合させることで火炎瓶になる。
はい。まあだから重要な武器になる。あ、普通の炭酸水も持ってるね。だからまあ序盤はこの飛行機の残骸の近くにキャンプ地を設けるので、まあ割とアイテムが潤っていくと、そういう感じです。もうちょっとでかい焚き火でも作るか。クラフトのレシピもどんどん追加されていく感じでしょう、これ。そうだね、自分でどんどん増やしていくことができる、発見することで。あともっと気色悪い話すると、食人族のボス的なやつを倒すと、まあ、ちょっとその特殊な食人族の皮かなんかが手に入ってって、うん、それをどんどん身にまとうことができます防具として。なんだかめちゃくちゃ見た目は気持ち悪いけど、ただ重要な防具、まあ、そのこの世界にある防具って多分そんぐらいだから、あと骨かな。うん。からまずはこの辺でアイテムを整えてからじゃないとまともにその探索ができないから。だからもう暗くなってきたな。水、あ、多分今インベントリーに炭酸水やると思うよ。おうおう、あるでしょ。あるね。多少は生きながら出るのか。そうだね。つかも暗っ。ちょっとこの焚き火つけてえけど、朝にするかできるかな。まだダメだ。これインベントリの容量がさ、どこまで入るのかがいまいちわからんな。ね、インベントリもね、確かこの世界のどこかにバッグかなんかあったっけな。バッグ。あと今マップもないでしょ。なんもないね。マップも確かこの世界のどこかにある。マジで何もない状態から始まってるから、その中で息子の手がかりとかも収集しつつ、うん、っていう感じ。ちょ、暗っ。暗いな。これも朝にできるか。まだできないな。この小屋の中に、うん、ちょっと分かりにくいんだけど、この円のマーク、うん、この円のマークがまあ360回転ちゃんとすると次の朝にできる。もうちょいかかるんだ。もうちょいかかる。すんごい風。ちょっとちっちゃい小枝があと2本いる。その丸太は今いらない。いや、暗すぎる。あ、よし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 、よし、これでもうちょっと明るい。あ、もう1本ライターどうやって出してるの。十字キー右。十字キー右。でもライターつけてもそんな明るくならないけどね。手元すら見えねえもん。ちょっとマウスキーボードだからな。キーボードマウス。よし、これでもうちょっと明るくなる。よし、明るい。今のところ食人族はいなさそうだね。昼夜問わず食人族は現れるけど、うん、やっぱりまあ夜の方が割と危険なやつは現れる。もうちょっとかかるな。あ、食人族来ました。ました。あ、こいつらたまに干し肉も漁るっていうか、物色し始めるから気をつけよう。干し肉の位置悪いんだよ、じゃあこれ。ああ、干し肉気をつけてね、それぶっ壊せないように。あ、はい。当たり判定あるから気をつけよう。いや、干し肉なんか高台作ってその辺に高いところにやった方が良さそうだね。それもそうだね。どっちみち丸太がいるんだ。声はするけどどこかわかんねえ。
そう、真っ暗だからわかんねえ。松明の方に行ってくんないとな。松明のところにうまいこと食人族を近づけるとそのまま炎上してくれるから、うん、エコだよね。エコどっか行ったかな。あ、朝できる。うん、カモン。ちょっと、あ、人数全員がやんないとダメなのね。何この、え、あれ失敗した、もう一回。そういうイベントかと思った。え、なんだろう今の、初めて見た。近くに食人族がいたからかな、なのかね。あ、で、干し肉を見てみて、一番左の方が。ああ、黒いね。そう、食べ頃です。はい、はい、はあ、これを。これな、結構切れるのにも回数が。そうなんだよね。とりあえず飛行機の中から取ってきた炭酸水と。よし。あ、ちょ、お前何してんの。え、俺地面こうやって、ああ、おう、だからね、当たり判定が割とシビアだから。お前俺たちの食材。あら、もう一回作るか。そうなんだ。重要なタンパク源だぞ。タンパク源。いや、とりあえず俺は高台を作りたいよ。ああ、いいよ。昨日枝もう一回集めにいった。俺はあのディスカバリーチャンネルのような感じでやっていきたいんだから。ディスカバリーチャンネル、ちょっとあの世界が荒々しいだけでやって、実質ディスカバリーだからねこれも。実質ね。こんなゲテモノは食わないけど。